俺の名は井桁周一、独身33歳だ。今時独身は恥ずかしいことではない。だが困ったことがある。それは毎日車で仕事帰りに夜飯を何にするか憂鬱になることだ。面倒だし、すぐ食える弁当だな。とあるスーパーに到着。どれどれ、弁当買って早く帰ろうと。弁当売り切れ？はあ？家庭持ちなら料理作れや。独身の俺に弁当がないだと？まあ何か他のところ探してみるか。そこの子、料理できねえしめんどくせえわ。あとはなんかねえのか。野菜いいけど、とりあえず包丁使ってまで料理することはねえな。一人でなんで料理しなくちゃいけねえんだよこら、と心で言ってるのだ。さあ次探そう。加工食品か、値段高いわ。却下。お、あっちの方に魚売り場あるね。行ってみようか。スジコか、たっけえなマジで。ご飯も炊かなくてはいけないわ。却下だよ。何が広告の品だよ。ふざけんなよ。業師さんの苦労はわかるがよ。他見てみるか。簡単なものにするか。厚揚げに醤油、これだけでもうめえけど手間もかからないしな。もう少し見てみるか。お、これは安い。蒸したタコがたったの150円だと。これは買わない手はない。あとはビールあれば十分夜飯になるだろう。それからもともとタコが好きな俺は、格安の蒸しダコを2パックと発泡酒を飲む晩飯が日課になり、1週間以上を過ごした。不思議と飽きては来なかった。そしてそれは起こった。突如タコとビールだけが夜飯という食生活を1週間ほどしていたら異変が起きた。手が震えて、ボールペンでろくに字が書けねえよ。パソコンのキーボードも無理だ。声もかすれて震える事態に。タコかタコだろ。俺には心当たりがあったのだ。バカの一つ覚えみたいな生活をしていたことに。俺は震える手でタコについて調べた。検索した情報を見て俺の懸念は確信へと変わった。何？イカやタコなどの軟体動物はアナフィラキシーショックを引き起こすだと？さらに重篤な症状を起こす注意を要するアレルゲンだ。まだ続くのか。何、軟体動物の主要アレルゲンはトロポミオシンと呼ばれる筋肉のタンパク質で、軟体動物以外にエビ、カニ、甲殻類、ゴキブリ、ダニなどの昆虫にも含まれる。ゴキブリダニだと。さらにタコよりイカの方がアレルギーを引き起こす可能性が高いのか。この後全てを知った俺はタコやイカの怖さに衝撃が走った。ぶっちゃけ海のもんは食いすぎたら危険極まりないと思った。だがこの年齢になると魚介類はマジでうめえのに。そして俺はタコをしばらく断絶した。今でもあの体に起きた異変が未だに忘れられず、見かけても手に取ることはほとんどなくなった。何事も度が過ぎず、バランスの良い食生活を心がけた方がいいだろう。それでも。
毎回この安くて早くてうまいボイルイカにマヨネーズをかけて食うんだ。それがたまらなく絶品でうめえんだ。最後までご視聴いただきありがとうございます。初めて漫画動画にチャレンジさせていただきました。他の漫画動画のチャンネルに比べて大変クオリティは落ちると思いますが、動画を面白いと思ってくれた方はチャンネル登録、高評価、低評価、コメント、アクションお待ちしております。よろしくお願いします。これが最初で最後の漫画動画になります。